韓国空軍が訓練中の戦闘機 F-35A の事故の原因について発表したよ。何か隠しているような言い訳のような疑問の残る原因だな。そもそも、戦闘機 F-35A の定期的なメンテナンスは言っていたのかな。アジアの整備拠点である日本での整備を拒否して、なぜ経費をかけてまでわざわざ遠いオーストラリアまで持っていくのか、今後、事故機を修理するのか、気になるところだな。うんうん。さて今回はこの戦闘機 F-35A の事故について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年3月3日、韓国空軍によると、1月4日に発生した訓練中の最新鋭ステルス戦闘機 F-2 が、中西南道の蘇山基地に胴体着陸した事故について調査の結果、バードストライクが原因であったと発表したよ。訓練飛行中であった F-35A はチョンジュ基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側のエアインテーク空気の出入り口に和紙が衝突したみたい。エアインテークから吸い込まれた和紙はウェポンベイ機体内部装積砕室との間にある機体の遮断壁まで突き破り戦闘機内部まで取り込まれ、電子系統の異常により着陸装置ランディングギアが作動せず胴体着陸したことがわかったよ。ウェポンベイ機体内部装積砕室内部に着陸装置ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線があり、和紙と衝突したことにより、それらが損傷しランディングギアが作動せず車輪が出なかったとしているね。また、韓国空軍によると調査の結果、バードストライクにより破損した箇所以外で戦闘機の欠陥や不備、パイロットの操縦による過失は見つかっていないと説明しており飛行再開にあたり、パイロットや整備士に対し注意喚起と教育に努めるとしているらしい。F-35A のメーカーであるアメリカのロッキード・マーティン社などと共同で正確な事故原因を調査し、機体内部装積砕室に衝撃が加わった際の衝撃を最小限に抑えランディングギアの正常作動、補助作動システムが独立する構築案を協議する計画みたいだな。韓国空軍関係者によるバードストライクに関する衝撃の大きさだけど、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると約30トンだったと説明しているよ。しかし、F-35 戦闘機自体が何かに衝突した場合、もちろん搭載燃料などの質量が関係するけど、今回の場合は 10kg の鳥類が時速 900km で衝突したと説明するのが望ましいのではないかとの指摘があるね。朝鮮日報によると F-35 の時速は 900km とのこと。この事故については同じ内容の記事が多く報じられているが、日本のインターネット上においては不自然な点が多く信憑性に欠けるとの声もあるぜ。F-35A 戦闘機は、エアインテーク空気の出入り口の後ろに、ウェポンベイ機体内部装積砕室が存在しその後ろに着陸装置ランディングギアがあり、本当に 10kg の和紙が時速 900km で衝突したのなら、大きな衝撃で機体が損傷することはあってもウェポンベイのさらに後ろの外側にあるランディングギアが作動不良になるものか考えにくいってわけだ。時速 900km もの速度で衝突した和紙の重量が 10kg であったなどどのような状況でその判断ができたんだろうな。本当に和紙がいたのならおそらく鳥の姿は確認できないほどバラバラだったと思うぜ。事故当日、訓練飛行中であった F-35A 戦闘機は清洲基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側のエアインテーク空気の出入り口に和紙が衝突した。との発表から、この内容に誤りがなければ、ウェポンベイ機体内部装積砕室には射撃訓練用のミサイルが積み込まれていたんじゃないかな。和紙はこのミサイルを越えてさらに後ろのランディングギアまで到達したことになるね。仮に、取り込まれた和紙が後方のランディングギアまで到達し、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、主翼下の格納庫も開かなかったと思われるけどな。その上、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、
手前のウェポンベイの開閉も不可能で、ミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるぜ。まさか、パイロットの命を尊重する軍隊においてミサイルを抱えたまま胴体着陸をするわけがないよね。ミサイルを抱えていたことはどこも報じていないことからするとミサイルは収納していなかったのかな。また、ミサイルを収納していたとしてウェポンベイ内のミサイルを廃棄できないのであれば、危険回避のために機体を海中に落とし、パイロットには緊急脱出を指示するはずだが、なぜ危険な胴体着陸したのかも疑問だぜ。中央日報の記事によると事故当日、F-35A 戦闘機を操縦していたペ少将は突然ドーンという音を聞いた。計器板を点検すると操縦桿とエンジンだけが正常で他は全て作動しておらず、通信も途絶えた。と報じているよ。F-35A は搭載された全てのセンサーの情報がひとまとめに処理されており、戦闘機の電子系統が作動していなかったのならもちろん、ウェポンベイの開閉扉やランディングギアも作動しなかったんだろうね。今回の F-35A 戦闘機は、3つあるランディングギアの3つ全てが作動しなかったようで、このような状態での滑走路への胴体着陸は、とても危険だぜ。胴体着陸は場合によっては転覆したり傾いたりして、激しく損傷したり火災が起こり、操縦士が死亡する危険もあるが、この事故での操縦士は負傷することなく歩いて出てきたというし、操縦桿とエンジンだけが正常だった状況で不幸中の幸いだったのかもな。着陸時の火災に備えて空中で燃料を空にしなければならないけど、そのことについても報じられていないからどのような状況であったかはわからないよね。ペ少将は後方装置が作動していない状況の中で、F-35A 戦闘機が内陸部に墜落するのを防ぐために溶岩で海岸線を見ながら飛行したとしているんだけど、なぜこの時点で緊急脱出しなかったのかな。一部ではペ少将は機体を放棄して非常脱出するべきであったとの声もあるな。機体にバードストライクの跡があったようだが、事故発生から2ヶ月も経ってからのバードストライクとは疑わしいとしか思えないぜ。そもそも事故当初、操縦していたペ少将は突然ドーンという音を聞いた、とあったけど何の音だったかについては報じられていないんだよね。これこそがワシが衝突した瞬間の音だったのかな？事故原因についてはいろんな意見があるけど、事故機が定期的なメンテナンスを行っていたのか、また今後、どこで修理をするのか気になるところだね。今、最新鋭戦闘機 F-35 が世界各国で運用されるようになり、それに伴って多数の製造拠点が必要となっているぜ。現在設置されているのはアメリカのメーカーであるロッキード・マーティン社のフォートワース工場以外では日本とイタリアの2カ国のみだな。日本は名古屋にある三菱重工業の F-35 最終組み立て検査施設 FACO がありアジア太平洋地域の国際整備拠点 MRO&U だぜ。F-35 ライトニングは一定の時間飛行したら機体を分解、整備するメンテナンスを受けなければいけないからね。このメンテナンスを行うために設置されてのが国際整備拠点 MRO&U ってわけ。そのステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなど、触ることが許されており、メンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を行えるのがメーカーであるロッキード・マーティン社と国際整備拠点 MRO&U のみなんだ。MRO&U メインテナンスリペアオーバーホール&アップグレードはアメリカ本国の他にはイタリア、日本、オーストラリアに設置されているぜ。韓国は日本を敵国とでも感じているのか。アジアで運用されている F-35 戦闘機の整備拠点が日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所、小牧南工場なのにもかかわらず日本においての整備を拒んでいるらしい。したがって、韓国空軍が運用しているの F-35 戦闘機のメンテナンスを高い経費をかけてはるばる遠いオーストラリアで行っているらしいが、どれくらいのサイクルでメンテナンスを行っているのかは不明だな。今回の F-35A 事故機についてはマーカーであるロッキード・マーティン社と事故原因を調査し、修理するかどうかを決めるのだろうけど、言うまでもなくオーストラリアでの修理になるんじゃないかな。韓国空軍によるとパイロットに怪我はなく、機体にも大きな損傷はないとしているよ。しかし、胴体着陸をしているんだから胴体下部は大きく損傷していると思われ、
大規模の修理費用が発生するだろうから経費の面から、1機およそ97億円の戦闘機が部品取り用になるかもしれないとの声も聞かれるな。F-35 戦闘機は一定の飛行時間をオーバーするとメンテナンスやエンジンのオーバーホールが必要な機種であり、メンテナンス費用の節約による整備不良での事故は絶対に避けなければならないんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。かねてより建設中だった海自の総流型潜水艦12隻がすべて収益を迎えたね。令和2年には無事に進水式を迎えていて、大芸という名前は、大きなクジラという意味だよ。最初は変な感じと思ったものだが、慣れるとぴったりだなという気になるよな。実際、通常動力型潜水艦では日本は世界トップクラスと定評があり、ちなみにアメリカは原子力潜水艦にかけてはトップクラスと言われているぜ。つまり日本とアメリカの連携が海底でも行われているということだという意見もあるらしい。今回はそんな大芸潜水艦に搭載される新型ソナーについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、大芸の話をしていくんだけど、2020年10月命名式と進水式を無事に終了した海自の新型潜水艦大芸は、先輩潜水艦である総流型11番艦東流、12番艦欧流をさらに進化させた艦艇という感じだね。大芸型1番艦は、推進方式にディーゼル機関とリチウムイオンバッテリー、モーターを組み合わせた通常動力型潜水艦で、先輩の総流型東流以後の艦と同じ推進方式を採用したんだけど、大芸は最初から専用で設計されていたみたい。このおかげで、大芸は東流などより、はるかに長い連続潜航時間と行動範囲を獲得でき、その他にも設置スペースの必要なスターリングエンジンでなくなったことで、艦内の空間が効率的に使えるようになったというメリットがあるぜ。スペースに余裕ができたことで、乗組員の福利厚生についてもメリットがあり、大芸から導入された乗組員のジェンダーフリー対策に貢献することになったらしい。つまり、潜水艦という狭い空間にもかかわらず、女性乗組員用の休息場所を設定できるようになったわけだ。おそらく今までは男女の区別はなかったんだろうね。セクハラ問題の発生を防ぐためにも、これは良いニュースだと思うよ。大芸のサイズを紹介していくんだけど、船の大きさを示す基準排水量は約3000トン、全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートルとされていて、公表されていない水中排水量は、4250トンから4300トンぐらいではないかと推測されるんだ。潜水艦にとって最重要ポイントである目であり耳である装置はソナーで、敵を探知することにも、地震を敵の目から隠すことにも役立つ装置だね。大芸には新型の Z998 統合式が採用されていて、これによって従来よりもターゲットへの探知精度や能力がさらに向上されたぜ。こういった装置を駆使していた情報を兵装と連携することで、ズバ抜けた防衛力を持つことになったというわけだ。大芸の兵装だけど、従来型と同じように6門の 533mm 魚雷発射管が艦首部分に装備されていて、これによって、89式超魚雷や新型の18式超魚雷、対艦ミサイルハープーンを運用できるようになっているんだ。このハープーンは、アメリカのマクドネル・ダグラス社が開発した対艦ミサイルで、西側諸国では多くの国が採用しているいわばベストセラー兵器だね。18式超魚雷は約94億円とも言われる開発費を投入し、2022年2月までに配備を進めていく予定になっているんだけど、大芸の収益状況によっては、時間的に多少のズレが生じる可能性も囁かれているみたい。2018年平成30年12月、発表された防衛大綱によると、潜水艦は22隻を要するという文言が記載されていたようで、現在の状態でいけば、総流型12隻、親潮型9隻、そこに大芸を加えると一応22隻体制にはなると見られるよ。別の可能性としては、大芸型を8隻建造して、親潮型を2隻以外は代替とするという方法も考えられるし、
いっそのこと収益させる潜水艦数を増やすという方向に変わることもあり得るのかもしれないね。現在の日本にとっての仮想敵国はお隣の軍事大国中国で、中国海軍が猛スピードで軍備を増強している状況を考えると、対抗手段として海自の潜水艦22隻体制を強化することも予想されるな。しかし、そうなった場合、問題があるんだが、それは現在でも苦慮している乗組員の確保だぜ。少子高齢化の日本では、人手不足が言われて久しいが、公務員とはいえ、拘束時間が長く、規律も厳しい自衛隊員を希望する若者は少ないと見られるわけだ。自衛官の募集に苦慮していることは折に触れてニュースにもなるし、余談だけど、批判されながらも各自治体に高卒者の名簿を提出するよう命じているのは、それへの対応だろうね。拒否しなければ勝手に自治体が防衛省か総務省あたりに提出としてしまうわけで、一般企業としてもこういった名簿は喉から手が出るほど欲しいものだと思うよ。大芸には70名ほどが必要ということで、通常動力型潜水艦としては大型だが、省力化を考えると課題がある潜水艦とも言えるかもしれないな。船体格である総流型が65名だったことから、わずか5名とはいえ増えたことは人員削減が潮流の現在では、逆行していると感じられるぜ。では、中国が大芸型についてどんな見方をしているのか、分析していくんだけど、2020年10月21日中国メディアの一つ中国軍網は、大芸についての意見を発表したよ。従来型の総流から性能がアップし、連続航行期間が2週間になったことに注目して我が国は警戒する必要があるという見解を公表したんだ。大芸の水中での静粛性に特に注目しているようで、静粛性が高いと敵に見つかりにくいのは言うまでもないよね。中国軍網は大芸は優れた性能を持つからこそ、これを探知、発見して追尾することは難しいとまで評価したみたいで、大芸の高スペックは事実ではあるけど、中国メディアにあまり持ち上げられるのもちょっと気味悪い感じがするし、裏がありそうで安心できないよ。またもう一つの中国メディアの意見も紹介しておくと、2020年10月17日のジンリートーキャオというメディアで、前述の中国軍網とほぼ同じ見方をしているんだが、あくまでも大芸は通常動力型潜水艦としては優秀な潜水艦と述べており、ということは、逆説的に原潜の優位を主張しているってわけだ。つまり、中国は新型の原子力潜水艦を持っているから、通常動力型潜水艦である大芸がどんなに優れていても、中国の原潜を上回ることはないという結論を下ろしたということになるな。確かに原潜は燃料補給がほとんど不要で、水中移動時にも高スピードが出る素晴らしいものだろうし、一旦稼働したら、理論上は永遠に海中に潜んでいられると言われているぜ。まあ乗員のメンタル福利構成は完全スルーしての話だがな。しかし、中国は対潜哨戒能力では日本やアメリカには劣ると見られていて、だからこそ、このままでいてほしいものだという声がちらほらとあるね。何回か取り上げているけど、比較三原則のある日本では原子力潜水艦は保有できないよ。中国には同じ土俵に上がらず、ジンリートーキャオの意見を聞いてやっぱり我々の原潜がナンバーワンと思い込んで、通常型潜水艦についていろいろと探らないようにしてもらいたいものだな。原潜の力を過信して通常型を舐めてかかるぐらいの方がこちらにとっては有利だから、通常型の潜水艦なんてものは存在しないと考えてもらった方がありがたいという声もあるようだ。まあ、孫子を産んだ国だから、こちらの思惑通りに行くとは思えないし、むしろこちらが舐めてかからないようにしたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊では現在、FFM と呼ばれる新たな艦種である最上型護衛艦の建造を進めている中、次期 FFM とされる FFMAAW の構想が具体化しつつあり、防衛装備庁と三菱重工業は、2023年11月7日から2日間にわたってオーストラリアのシドニーにある、インターナショナルコンベンションセンター ICY シドニーで開催された INDOPACIFIC2023 で、
新型水上戦闘艦 FFMAAW の模型展示を行ったよ。この INDOPACIFIC2023 とはインド太平洋地域における最大規模の兵器展示会で、防衛装備庁では三菱重工業などの日本の防衛産業を支える企業とともに、防衛装備品輸出三原則に則った上で日本の防衛装備品の輸出を促進すべくブースを展開し、その中に海上自衛隊の最上型護衛艦 FFM をさらに発展させた FFMAAW の模型が展示されていたな。今回は海上自衛隊の最上型に続く次期 FFM が具体化している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、FFM と呼ばれる最上型護衛艦は新しいタイプの護衛艦として、これまでにない様々な先進的な新機軸が盛り込まれたコンパクトかつ多機能な次世代護衛艦であり、それゆえに新しい艦式号 FFM と名付けられて誕生したよ。この FFM とは、諸外国の海軍において最上型護衛艦と同サイズの艦種であるフリゲート艦を表す FF に、多目的マルティパーポーズ及び機雷マインの頭文字である M が組み合わされたもので、世界を見ても他に類を見ないこれまでにない全く新しい艦種とされているな。最上型護衛艦のスペックは、基準排水量3900トン満載排水量5500トン全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル深さ 9.0 メートルで、ディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式の機関が搭載されており、その内訳は MT30 ガスタービンエンジン1機と、MAN車12V2833DSTC ディーゼルエンジン2機搭載とされ、7万馬力を発揮することで最大速力30ノットでの航行が可能だぜ。兵装は対空砲としても供用可能な62口径5インチ砲1機に C ラムガ1機の他に、324mm 3連装単魚雷発射艦2機に、人7式艦隊艦誘導弾4連装発射筒2機が搭載され、SH-60K ヘリコプター1機が艦載され、さらに対戦ミサイルや対空ミサイルが発射可能な垂直発射システム VLS-16 機が後日搭載とされていて、2025年度からすでに収益している3隻に加えて今後建造される艦に VLS が搭載されることになっているらしい。防衛省では当初、この最上型護衛艦を22隻建造する計画であったが、2023年1月25日に新型 FFM に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領を公示して、最上型護衛艦の建造は12隻で終了することとして、さらに新たな設計のによる新型の FFM を10隻建造することを発表したよ。そして、8月31日には新型 FFM が12隻建造されることになることが公表され、2024年度令和6年度計画から6年間で毎年2隻ずつを建造されることが決定されて、防衛省では1番艦と2番艦を建造費として1747億円を要求しているね。一方で新型 FFM はその艦種名が FFMAAW とされ、基準排水量4880トン前後満載排水量6200トン全長約142メートル最大幅約17メートルとされ、機関方式は最上型と同じく CODAG 方式が採用され、式にガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジンが2機搭載され、最大速力も30ノット以上を発揮できるとされているな。最上型の基準排水量3900トンに対して、この FFMAAW は4880トン前後にまで増加されており、全長も最上型の 133.0 メートルから約142メートルへと10メートル近く延長されているぜ。この艦隊規模は駆逐艦を意味する DD の艦式号を持つ汎用護衛艦ムラサメ型の基準排水量4550トンか、高波型護衛艦の基準排水量4650トンをも上回ることになり、フリゲート FFM ながら駆逐艦サイズの汎用護衛艦 DD よりも大型艦となるというよ。また、この新型の FFMAAW には、最上型護衛艦と同様にステルス性能が追求されていることから突起部分が少なく、これまでの護衛艦以上にステルス性への配慮がなされたされた艦隊デザインが特徴的で、原則がのっぺりしているだけでなく、レーダー反射断面積 RCS 低減のために主戦隊、
上部構造とも外国のステルス艦と同様に傾斜角が付されているみたい。さらに、その外観上の大きな特徴となっている艦橋頂き部に配置されている棒状の通信用アンテナが統合されたマストである NORA50 複合通信空中線、別名 UNICORN-UNI けどシーオンバインドレディオアンテナユニコーンが搭載されているな。そして兵装は、62口径5インチ 127mm 砲1門短距離艦対空ミサイルシーラムランチャー1機、17式艦対艦誘導弾4連装発射塔2機 324m 3連装単魚雷発射艦と最上型護衛艦とほぼ同じであるのだが、大きな違いは、マーク41垂直発射システム VLS の搭載数が最上型では16セルとされているのに対して、新型 FFM では艦隊が一回り大きくなったことによって倍増となる32機が搭載されることになっているぜ。さらに、最上型護衛艦において後日搭載される16セルの VLS のすべてに、07式垂直発射魚雷投射ロケットが搭載される予定とされているんだけど、新型 FFM では艦式号が FFMAAW とされていることから、アンチエアーウォーフェアーすなわち対空戦に対応する艦種であることが察せられ、その VLS にはスタンダードやシースパローなどの艦対空ミサイルが搭載される可能性が高いとして、防空能力が強化されるものとみられているね。また、慢性的な人員不足に悩む海上自衛隊、自衛隊では護衛艦を新造してもその人員確保が困難とされていて、最上方では消費とかが徹底されているぜ。例えば艦橋の操舵室には従来の同規模の大きさの護衛艦であれば10人前後のクルー配置が必要とされていたのであるが、最上方では操舵室の中央に車のハンドルほどの大きさの舵輪がある航海式艦席、その左側にレーダー縁席、艦橋右舷側の端にある艦長席の3席のみで、戦時であってもその他に艦橋で見張りの任務に就く信号員を足した4人で運航することが可能というわけだ。また、護衛艦の心臓部である戦闘式助 CIC は360度ディスプレイで囲まれた円形になっていて、各モニターに表示される情報は自由に設定が変更でき、CIC 内の全員が艦内各部署に設置されているカメラやセンサーからの情報を共有することができるらしい。そのことによって戦闘管制だけでなく、運航操舵各種機器管理なども CIC において一元化されたトータルシップコントロールシステム TSCS が採用されており、少人数でも艦内すべての情報の取りまとが可能となり、このクラスの護衛艦で必要だった従来200から300人ほどの乗員が最上方は90人程度で運用が可能となっていて、これは FFMAAW にも引き継がれるものとされ、海上自衛隊と同様にオーストラリア海軍など、人員不足に悩む海軍にとっては消費と化された FFM は大きなメリットをもたらすものとみられているぜ。日本政府と防衛省ではこの防空機能が強化された FFMAAW を、防衛装備品移転三原則に基づいて第三国への売り込みを図っているとされ、それによって同艦の建造費を低減させることを目論んでいるとみられ、今後国内外における防衛装備品の展示会などで強くアピールしていく方針であろうとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。